なんか俺の放送はさ始めるとさ、うん、あやべ声入ってるかなこれああとかから始まるのにさなんか凝ってないなんか自分の放送だけいや言ってるじゃんいつもなんかこれあこれやり方教えましょうかって LINE 送るといつもなんか既読でスルーされた後に、うん、その数時間後に今日エペどうこれこういうのがありますけど社長もやりますか今日エペどういや、やり方を教えるとかさ、うん、それつまり俺がやる自分でやるってことでしょ。そうなのそれはもうそれちょっと難しいわ。ああなるほどね。行った時にちゃんと用意されたものでやりたい。ああそっか、じゃあ今度行った時に設定するようかな。そのあそうだね。ああそうだ、いい心がけだ待ってまだ試合始まってないのに格付けされてんだけど始まってからにしてくれさらにちょっと気になるんだけどさ、ああいいっすよ、なんかさ俺なんかぼったちじゃねなんかぼったち、決め顔ぼったちじゃないのか僕のさアバターだけ、うん、まあ、確かにあのね、デスボックス漁ってる時のパッドみたいになってるよね。おお、バカにしてんのかな。おバカにするんだ。違うパッドバカにするしてないなんかぼったちじゃん。そうだ、ね、なんでさいつもこう扱いがさ雑なの。なんか社長のことを軽んじてないのか。確かにちょっと待って、じゃあちょっと高さ上げるわ。はい、あで俺がこうやって右に頭を下げていくと、このほらハンコを押す時のさあのね感じわかる。何言ってんの知らないなんかあの偉い人を上に立ててこの小さいあの階級が低い人はこう斜めにハンコを押すんだよ世の中では。あそうなんだ知らないんだけど知らなかったんだけど。ああそうかそうかそうか、教わりました。あとそうだね、確かに弊社ではあんまハンコシステム使わないからね。確かに、あどのような場合でもね、うん、俺にハンコを押してもらってありがたいだろうって感じの顔で押すから感謝しろよって。ああありがとうございます。平素は格別の社長は常にでかい顔をしてなきゃいけないんだよ。あそうかそうかそうか、そう偉そうにするのが仕事だから。あそうかそうかそうか、じゃあちょっと大きめにしとくね。うん、な何を、あの社長、うん、ああああああ、ちょっと大きすぎて画面にいいね、なんかちょっと映しちゃいけない人みたいな感じだちょうど顔の場所ちょっと隠れて映しちゃいけない人みたいな。でかくなりすぎちゃった。待ってここのまんま行くと俺多分雑談で1時間半終わる。1時間半から2時間ぐらい終わる多分ずっと雑談しちゃう。